超時空要塞マクロスは、スタジオの上原作、タツノコプロアニメフレンド制作による日本のロボットアニメ。テレビシリーズアニメとして1982年10月から、毎日放送制作、TBS 系列で放送された。超時空シリーズ及び、マクロスシリーズの第一作で、マクロスシリーズの確立後は、初代、マクロスと称することもある。宇宙ヤマトや、 機動戦士ガンダムにより流星した1980年代前半のアニメブームを象徴する作品の一つ。ロボットアニメに SF、ラブコメ、アイドルといった当時の若者文化の流行を散りばめた個性的な作風が特徴である。放送開始後、ファンの支持や関連商品の高セールスを受け、13話の延長が決定し、当初予定の23話から36話へ延長。 さらに放送終了翌年の1984年、劇場作品、長時空要塞、マクロス愛、覚えていますかが公開され、その人気を決定づけた。その後も、本作のスタッフが関わり、世界設定や基本要素を継承する形で、マクロスシリーズの作品が発表されている。本作が、ヤマトや、 ガンダムと大きく異なるところは、制作側スタッフとして SF もしくはアニメーションなどの、ファン内市、ファンダムの層からアニメ業界に入ってきた若いスタッフが、数多く参加していることである。メカニックデザイン、絵コンテ、監修担当の川森正春、キャラクターデザイン担当の美木本春彦らは、慶応義塾高等学校からの同級生であり、本作の企画をまとめる中心となった。 川森や本作で脚本家デビューした大野木博士は本作の放送中は慶応義塾大学の学生だった。劇場版の制作時には川森は共同監督に抜擢されている。また平野俊博、板野一郎らすでにキャリアのあったアニメーターも本作をきっかけに注目を集めることとなった。プロ以外にアマチュアの学生も参加しており山賀博之は 本作で演出家デビューし、安野秀明や前田正宏、低本企業は原画を担当している。これらの若いスタッフは作品に自分たちが見たいものを作るという実験的な方向性を持ち込み、結果的に視聴者層と世代感覚を共有することになった。また、その姿勢やセンスを認め、力を引き出した人物がアートランド社長も務めた、チーフディレクターの石黒昇だった。 SF ビジュアル分野で活躍し、ロボットアニメ作品を支えてきたスタジオヌエによって、企画された作品として、リアリティを感じさせる、成功なデザイン、設定が注目を集めた。ガンダム以後の一大ムーブメントの影響下にあった、時代の作品であり、当時の水準では、十分に、リアルと言える、SF 交渉、軍事交渉に基づいて運用されるロボット兵器が、多数登場するため、 リアルロボットもの作品の一つと言える。作中に登場する可変戦闘機バルキリーや陸戦兵器デストロイドは戦闘機や戦車などの現用兵器がマクロスより解析された異性の超科学により発展したものと設定されている。ガンダムのモビルスーツ以降、人型巨大ロボットが軍事用兵器の一つとして登場するための SF 的設定がなされるようになり、 人型巨大ロボットもまた量産される工業製品という性質を持たされるようになった。この傾向を促進したのがスタジオヌエが関わったムックボンガンダムセンチュリーでありミノフスキー粒子やアンバックなどの架空理論でモビルスーツの存在理由を説明した。本作では人間が身長10メートルを超える巨大異星人に対抗するために使用すると説明しているが 川森は、一目見て、納得というか、諦めてもらえる方法として考案したと述べている。SF アニメとしては、異星人とのファーストコンタクトを扱っている手にや、異星人を地球に招き入れたことを理由に、マクロスや市民が地球を放築される流れなど、伝説巨神イデオンに近いものがある。一方で、従来は、異星人側から攻撃してくるところを図らずも、人類側から、 先制攻撃してしまう点や、地球から進撃するのでなくいきなり遠方に飛ばされて、地球に帰還しようとする点など、従来のパターンを破る試みも行われている。1話を通して、全く主人公が出撃しない、戦闘シーンが全くないといった回も、珍しくないなど、戦争もののアニメとしては異色の存在だった。これは、当時のリアルロボットものに目立つ、戦争の過酷さや、 政治劇などのシリアスな描写を避け、主人公の輝きと民命、ミサの三角関係という恋愛ドラマを軸に、戦時下で営まれる市民社会の活力を描くという意識的な演出だった。この路線において、文化というキーワードが物語を収束する意味を持つことになる。マクロス艦外の宇宙戦争と並行して、館内では、林民名が一階の少女から、 アイドル歌手になってゆくシンデレラストーリーが繰り広げられる。民名の歌う歌謡曲を単なる劇中歌ではなく物語の根幹に関わる要素に位置づけたのは画期的な試みであり、以後のマクロスシリーズでも歌が重要なテーマとなっている。民名はアニメと現実をつなげるバーチャルアイドルの先駆イとなり、声優と劇中歌を担当した飯島マリは 本作終了後にシンガーソングライターとしてデビューした。西暦1999年、突如宇宙より飛来し、太平洋上の南アタリア島に落下した巨大物体は、全長線2 0 0メートル長に及ぶ宇宙戦艦だった。これにより、異星人の実在と彼らの間の戦争の存在を知った人類社会は、宇宙からの脅威に対処すべく地球統合政府を樹立。 世界規模の紛争を経て墜落艦を回収し、マクロスと命名する。2009年のマクロス新中式当日、地球付近に異星人の一方の陣営、ゼントラーディ軍の艦隊が出現する。その存在を感知した、マクロスの手法システムが勝手に動作し、戦艦軍を撃破する。マクロスの正体は、ゼントラーディと敵対する陣営、観察軍が仕掛けた、 ブービートラップであり、人類は、いやおうなく異星人との戦争に巻き込まれることとなる。ゼントラーディ軍の包囲網から逃れるため、マクロスは、ホールド高校に寄りつきの裏側への退避を図る。しかし制御に失敗し南アタリア島一帯を巻き込み、冥王星軌道付近に到着する。さらにホールドシステム自体も消失し、通常のロケット推進のみでの地球への長い期間の、 旅を強いられることになる。その途上、南アタリア島、住民5万8000人は、マクロス艦内に街を再建し、戦争の傍らで、普段の生活を営んでいた。アクロバットパイロットの一条ヒカルは、戦火の中で出会った、少女、林民名を守るため軍に入隊し、可変戦闘機、バルキリーのパイロットとなる。民名は、艦内で人気アイドル歌手となり、 輝きにとっては次第に遠い存在になるが、一方で喧嘩相手の上官、早瀬美佐の存在が少しずつ大きくなっていく。やがて戦いの中でゼントラーディ人の実態が次第に判明する。彼らは遺伝子操作により人種改良された生まれつき戦うことしか知らない戦闘人種であり地球人を文化を持つ人種、プロトカルチャーと恐れていた。 文化との接触で次第に変容していく地球攻撃艦隊をマクロス、地球ともども消滅させるべくゼントラーディの機関艦隊が出現し、総攻撃により地球に住む生命の大半が失われる。しかし、マクロスとの交戦中に地球の文化に偶発的に触れ、それによって目覚めたゼントラーディ地球攻撃艦隊は地球人と手を組み、 民命の歌により敵にカルチャーショックを与え、その隙に、機関艦隊機関に攻撃を仕掛けるという作戦を、実行に移し、勝利を収める。戦争終結後、焦土と化した地球の復興が進められる一方で、地球の暮らしに馴染めない一部のゼントラーディ人が各地で問題を起こし、不満分子が集結し始める。輝きは、ミサと親密になりながらもすれ違うことが多くなり、 各地で歌手として活動しながらも行き詰まった民名は輝きに思いを寄せるようになる。やがて戦力を増大させたゼントラーディ人ン勢力は統合の象徴たるマクロスを破壊すべく攻撃を仕掛けるが約2年ぶりに浮上したマクロスの反撃により失敗に終わる。アキラと再会した民名は軍人を辞めて自分と一緒にいてほしいと願うものの、やはりアキラとミサの絆は固く。 民名は一人、歌と共に生きていく道を歩み始める。企画の発端は放映の2年前、1980年8月まで遡る。アートミックの前身である、ウィズコーポレーションから発注を受けたスタジオヌエが、テレビアニメ企画、ジェノサイダスを提出したことからすべては始まった。ノサイダスは、 メインメカとして A-10 攻撃機に不安ギャを取り付けた携帯の戦闘機ガオークが登場するものでシリアスな本格ハード SF 作品とでも言うべき骨子を持っていたがその内容はマクロスとして結実したものから比較すれば SF 作品としてより本格骨太だが反面で地味と言わざるを得ないもので出資者となる広告代理店や玩具メーカーなどスポンサーサイドの反応は ヌエスタッフの期待を裏切る、鈍いものであった。そのため、急遽もう一作、スポンサー受けを目的としたダミーの企画を別途、作成することとなり、変形する巨大宇宙戦艦、艦内の主街地、敵は巨大異星人などのアイデアを一夜つけでまとめ上げ、巨大戦艦の名前より、バトルシティ、メガロードと命名し提出。川森によると、メガロードの由来は、大いなる道と、 積載過剰を掛け合わせたものである。いわゆる、当て馬として、気軽に作った白物であり、内容自体もコメディパロディ色の色濃い肩肘張らずに、見られるコミカルなもので、一部スタッフが言うところの、壮大な能天気ドラマになった。この時点でのメインメカは、ブレストファイターという飛行機で、すでに林民名の原型となる、ラーメン屋の娘が人気が出て歌手になっちゃう、という設定も見られた。 このダミー企画、メガロードはその目論み通りに確かに、スポンサーサイドの空の受けは良かったが、その結果、ある意味では、皮肉なことに、こちらが採用される雰囲気が漂い始める。一方で、肝心な本命の、ジェノサイダスの企画が没案になる気配が濃厚になったため、急遽、メガロードの内容修正を図り、極力、パロディオスを除きながらもスポンサーサイドの要望に、 合わせて宇宙戦争を舞台にした恋愛ドラマ路線へシフトさせていく。これにより地球の存亡をかけた戦いと主人公たちの三角関係を同等のレベルで描くという方向性が固まった。ブレストファイターは取りやめ、ジェノサイダスからはガオークの設定が流用され、それをさらにロボットへと変形させるバルキリーが誕生した。さらにメガロードの初期案から メカニックデザインがリアル思向に修正され、デザイン元の航空機が F-14 戦闘機に変更されたことで、ミリタリー的要素も加わった。その後、当初の発注元であった、ビズコーポレーションが組織変更などの関係で企画から離脱した影響で、スタジオネエ自身が企画母体となるなど、企画開始当初と比べれば、若干ではあるもののスタジオネエの独自色を打ち出せる。 環境が整っていった。各して作品がマクロスとして結実する下地は形成されていった。未発表ではあるが、宮武和隆が宇宙戦艦ヤマと宇宙海賊キャプテンハーロック、我が青春のアルカディアに登場するマとアルカディア号を巨大ロボットに変形させるデザインテストを行っていた。また、艦内に市街地を置くアイデアは、 川森が参加したフランスとの合作アニメ、宇宙伝説ユリシーズ31の企画時に出した案だったが、フランス側に承認されず、没となっていた。川森は、ユリシーズの時に出したアイディアが、だいぶ通らなかったので、それで、マクロスができたとも言えるんです、と述べている。広告代理店ビッグウエストが、メガロードを採用し、タカトクトイスなどのスポンサーと番組放送枠を確保。 スタジオネエと信仰のある石黒昇るが主催するアートランドが参加史実制作の中心となるが、下請けスタジオで制作能力が不十分なため、大手のタツノコプロが元請けとなり、アートランドやタツノコプロの子会社のアニメフレンドなどが下請けという形態を取った。シリーズ構成は4クールの前後52話から48話、さらに1クール減らした39話となった。この構成で、 作画作業に入った1982年5月になり、制作側から23話への短縮が要請された。このため、ゼントラーディ軍の敵対勢力の観察軍の出番をすべてカットし、制作と並行して内容を圧縮する改変作業を強いられたが、この過程で大宇宙戦争にアイドル歌手の歌を絡めるというオリジナルのテーマが生まれた。タイトルは、ビッグウエスト社長。 大西義政の発案により、メガロードからマクロスへと改められる。大西は当初、以前より考えていた、マクベスというタイトルを付けようとしたが、商標登録の関係で断念したという。マクベスは、マクロをもじったもので、メガマクベスなどの案も考えられたが、シェイクスピアの悲劇、マクベスと同じでは異なる意味合いが生じることもあり、マクロとメガの間で、 しばらく決着がつかず、最終的に大西の判断でマクロスに決定された。副題は放送直前までちょうど旧要塞だったが、石弓が読めないという理由で超時空要塞に変更された。タイトルロゴデザインはちょうど旧要塞マイナスの時点で確定しており、実際の放映タイトルロゴはこの土級部分を時空に急遽書き換えただけのものである。 ちょうど Q-1 のタイトルロゴもアニメ情報誌他で、放映前から放映終了後に至るまで使用される事例があり、制作者サイドの混乱ぶりが露呈していた。マクロスの監視記号、SDF イコールスーパードレッドノートクラスフォートレスも、後に D をディメンションに変更されている。なお、メガロードの名は1987年発売の OVA、長時空要塞、 マクロスフラッシュバック2012に登場するマクロス級2番艦メガロード -01 に転用されている1982年10月3日に放送開始しかしスタッフの経験不足実験的なデザインや演出話数削減による再構成などの理由で放送開始前から制作スケジュールは逼迫した一応動画用に 細部の省略されたメカの設定書もあったが、当時のテレビアニメ制作では作画のコストや人的リソース面の問題から避けられていた戦闘機の高速アクション、登場人物の衣装替えなどの手間のかかるシーンを多用していた。川森は他のアニメでうまくいった手段は絶対に使いたくなかったが、やってみたら本当に大変だったと述べている。さらに同日スタート予定だった。 愛の戦士レインボーマンの制作が遅れ、第1話の当日までの納品が不可能になったことの、しわ寄せで、1.2話を連続放送せざるを得ないという不足の事態も、追い打ちをかけた。第11話、ファーストコンタクトでは、動画作業が間に合わず、原画部分のみを撮影、アニメーションというより、テレビ紙芝居と揶揄された。スケジュール区緩和の一作として、第十七話、ファンタズムは、 新規作画は一部のみで既存フィルムを再編集して制作した。また、スタープロと表記される韓国のスタジオに発注したものは作画レベルが著しく低く日本での修正が間に合わないまま放送された。このためアートランドの主力スタッフなどが担当したストーリーの構成上重要な作画の良い回と外注文の作画の悪い回の差が極端になり、これらが 交互に放送されるという混乱した状況が続いた。戦闘シーンの描写もミスがあり、機種からビームを放つなど、本来設定にない武装が描写される戦闘シーンも散見された。配色ミスもたびたび見られ、特にマックスは、軍服の襟の色がアキラと同じになったり、機体色が一般機と同色になるなど、機体や髪、軍服の色が違うことが多い。こうした、 作画の乱れは不評であったため、ビデオソフト化の際には修正が施された。その一方で、板野サーカスに代表されるようなアニメ誌に影響を残した描写も随所に登場する。特に第27話、愛は流れるにおけるデストロイドモンスターの発信シーケンスの描写はアニメ雑誌でも話題となり、当時の視聴者を唸らせた。モンスターは、 画面上で歩かない前提のデザインだったが、新人時代の安野秀明が3ヶ月を費やして、格納庫の床を踏み抜くワンカットを描いた。その他の事情として、石黒監督によると、未希望のキャラクターデザインへの抜擢があったスタッフの反発を呼び、こんな素人の描いたものは描けないと、アートランドのアニメーターの大量離脱を招き、人手不足に拍車をかけたという。 ガングセールスの出足に満足したスポンサーの要請により、放送開始後間もなく再び36話への延長が決定する。時間的に再々構成は難しいため、実質的に最終回の内容となった第27話、愛は流れるを区切りにして、回想編的な構成を提案するも却下され、残り9話はその約2年後のエピソードを描くこととなった。 さらに1983年3月には劇場作の制作が内定。主要スタッフが劇場版やアート番組の超時空世紀、オーガスの準備にシフトしたため、第1から27話と第28から36話では多分に趣きが異なった作品となっている。制作事情に悩まされたスタッフの軸自たる思いは、1984年7月公開の超時空要塞、 マクロス愛、覚えていますかにおいて、当時最高水準の作画クオリティに結びつくことになる。またこの延長エピソードにおいて、新種とマクロスシティや宇宙移民計画、地球人類、ゼントラーディとプロトカルチャーとの関係の解明など、後のシリーズ作品につながる重要な設定が、生み出されている。新規アニメ枠開拓を狙い日曜午後2時に放送されたが、 休日の在宅率の低い時間帯のため視聴率は平均6.24%に止まった。ただし、水曜午後5時30分に放送した系列外の山形テレビでは視聴率36%を記録した。本作はビデオグラムが好調で、1984年のオリコン年間ビデオランキングで長時空要塞マクロス愛、 覚えていますかが34,050得点で1位を獲得。この記録を破るアニメは1991年の魔女の卓球便まで存在しなかった。サウンドトラックは4作がオリコン LP チャートで10位以内にランクインした。また1989年にバンダイビジュアル発の LD ボックスの作品として本作が選ばれている。アニメ誌でも高評価で大徳鉄は アウトが最も売れたのは、数字的には、マクロスの時と述べている。作曲家羽田健太郎は、主題歌、BGM、林民名の劇中歌などの劇とも音楽を作曲し、ヘルシーウィングオーケストラを率いて演奏も担当した。第1回日本アニメ大賞音楽部門を受賞した。ハード SF 的なメカ、軍隊、青函戦争などの要素と、芸能界、 日常的恋愛ドラマといったソフトな要素が混然一体となった斬新な作風については新世代アニメとして歓迎する意見と戦争描写などに戸惑う意見の両方が見られた。また延長話について制作スタッフ内には内容が煮詰められず付け焼き場で作った漢字のため第27話が本当の最終回と延長話に否定的な意見を持つものも存在した。 マクロスの成功により、マクロスシリーズの作品以外でもビッグウエストによる超時空シリーズ、気候創成期もスピーダ、メガゾーン23などの類似コンセプトを持つ作品が登場した。特にアートランドが制作し、マクロスのスタッフが参加したメガゾーン23は OVA ジャンル初の大ヒット作であり、メカと美少女という現在に続く潮流の先駆けとなった。 歴史的な作品である。また、本作の恋愛、和平、古代文明の遺産等のテーマに強い影響を受けて、後に、機動戦艦なでしこのようなオマージュ的、リアルロボットアニメも多数生まれている。本作や、うるせえ奴らの人気により、20歳代、前半の若手クリエイターの台頭が、顕在化し、個性あふれる人材が注目されることになる。 重戦期エルガイムで注目された長野守はマクロスの大ヒットにより若手に任せた方がいいという空気があったため自分がサンライズ初の社員デザイナーに起用されたと述べている。結城信ブテルは本作の27話愛は流れるを見たことがアニメ業界に転身するきっかけとなっている。ガイナックスの前身となる大根フィルムは自主制作アニメ。 時間3オープニングアニメの出来をスタジオヌエに買われ山賀博之と安野秀明が技術研修の名目で上京しアートランドでマクロスの制作に参加したその後制作した時間4オープニングアニメには宮武和隆や板野一郎平野敏弘柿の内なるみらが原画協力として参加している作中にはパロディとして両腕に 宇宙戦艦ヤマトとアルカディア号をつけた通称スーパーマクロス超強行型やトーブレーザー砲がビームサーベルになるバルキリーが登場する。本作における主要メカの一つであるバルキリーは実在する機体に酷似した戦闘機がロボットへ一瞬にして変形するアイデアが革新的であり、後のロボットアニメに強い影響を与えた。マクロス放映開始から4ヶ月後にスタートした。 聖戦士団バインでは途中から主人公メカとなったビルバインが戦闘機型に変形可能であり2年後に制作された機動戦士ゼータガンダムでもゼータガンダムが戦闘機形態に変形可能なほか同じような可変メカが多数登場するそういったことからガンダムと並ぶリアルロボットアニメの二大金字塔としてバルキリーはリアルロボット軍に変形ブームを巻き起こした 革命期と言える。また、一部のライターは、バルキリーでの戦闘シーンに触発されて、実写映画、トップガンが制作されたという説を唱えている。本作以前にも、サスライの太陽や実在する歌手が登場する、ピンクレディ物語栄光の天使たちなど歌手を、主人公とする作品は存在するが架空のアイドルに、タイアップする形で、新人歌手がデビューするというパターンは、 メディアミックスの手法として、魔法の天使、クリーミーマミにおける、太田孝子、メガゾーン23における、宮里組、アイドル伝説エリコにおける、田村エリコなどでも見られた。本作の続編にあたる、マクロスフロンティアでは、ヒロインの一人ランカ、リー役に公募により選ばれた、中島愛が、マクロスデルタでは、 ヒロインの一人フレイ・アビオン役に公募により選ばれた鈴木みのりが同様にデビューを果たしている。その他、制作スタッフの若手の一部が使用していたゴタクという二人称呼称を本作の登場人物に使用させたことで、この呼び方はアニメファンたちの間に広まって使われるようになり、これが後のオタクという言葉が広まる一因になったという説もある。ただし、 オタクという言葉を使い始めたと指摘されている。川森正春は、アニメージュ2001年6月号にて、僕らより少し上の世代が使っていた言葉と、コメントしている。マクロスは同じタツノコプロ制作の、長時空気団サザンクロスや、気候創生機もスピーダと同じ世界、同じ時間軸のストーリーとして、再編集したロボテックの第一シーズンザ・マクロス、サガとして、アメリカ合衆国。 カナダ連邦、欧州連合諸国、南米諸国他各国で放映され大人気となり、現在まで続く日本国外での日本アニメブームの先駆けとなった。それ以前に輸出され人気のあった宇宙戦艦ヤマトや科学忍者対ガッチャマンは編集によりストーリーが全く異なったり、暴力描写やメインキャラクターの詩などがカットされているのに対し、 ロボテックでは3作品をつなげるための設定変更や登場人物の英語圏向けの名前変更、一部の暴力描写の削除検閲以外はほぼそのまま翻訳して放映されている。その後も本案作品であるロボテックシリーズの物語構成と設定に基づく米国独自の物語構成の続編、シャドウ・クロニクルが作られたほか、 本人自身も上記作品の中核ファンであるトビー・マグワイアを主演、プロデュースに据えてワーナー・ブラザースが実写映画化を計画中と報じられた。詳細はロボテック実写映画化を参照。なお、マクロス単独のハリウッド実写映画化企画も存在したが実現しなかった。英語吹き替え版のスーパー・ディメンション・フォートレス・マクロスは1984年に 1>, 1から3話収録のビデオが発売されたが、ロボテック人気の陰で、全話収録版は長年発売されなかった。2001年に英語字幕版で全話の DVD 化が行われ、2006年には ADV フィルムズ社が英語吹き替え 5.1CH 音声版の DVD シリーズを発売した。この ADV 版では、米国在住の飯島マリが英語で、再び林民名役を演じている。 その人気から続編制作を求める声は多く、1992年に OVA、長時空要塞はクロス2、ラバーアッツアゲーンマイナスが制作された。これはスタジオヌエは関与しておらず、内容的にも前作の焼き直しではあったが、セールス的には結果を残した。逆に川森ら旧作スタッフがこれに触発され、1994年に、 新型主力可変戦闘機のトライアルを題材にした OVA マクロスプラスおよび正当な続編としながら多くの新要素を加えたテレビシリーズマクロス7が制作された。さらに2002年には東方戦争を舞台とした前首となる OVA マクロス02008年にはシリーズ25周年記念のテレビシリーズマクロスフロンティア2016年にはテレビシリーズ マクロスデルタが制作されている。他にもスピンオフ企画やゲーム作品など多くの派生作品が生み出されている。2001年から2005年にかけて東京地方裁判所、東京高等裁判所にて本作の知的財産権をめぐる民事訴訟が行われた。AMT、アーテル社より XB-70 の1、72スケールのプラモデルが市販された際、 日本国内にて代理店を通じて販売されていた文は広告代理店ビッグウエストの半券シールが貼られた。本作の主役メカ VF-1 の愛称バルキリーの命名は XB-70 の愛称バルキリーにちなんだものだったがこの名称をビッグウエストが国内の特許庁に商標登録していたため架空の可変戦闘機の名称が 実在の機種を模型化した商品に影響するという異例の事態となった。このことは XB-70 バルキリーという故障を用いることは半券侵害に当たるのではないかと関係各方面にとって問題となり模型雑誌における XB-70 のプラモデル制作記事において緊急避難的にバルキリーやバルキャリー ワルキューレと表記されるなど一時混乱を招いた。しかし、商標としての利用が独占されているのみなので、雑誌で XB-70 のことをバルキリーと記述したり、プラモデルのパッケージにモデルの対象名として XB-70 バルキリーなどと記載することは問題ない。どちらもバルキリーが発売元を表示する機能を有していないためである。 上記2曲を収録した EP は、ビクター音楽産業より発売された。放送日は原則として、制作曲の毎日放送における日付。初回放送は、マクロススペシャルのタイトルで、第1.2話分をまとめて、各話の区切りをつけずに午後1時から1時間枠で行われ、再放送からは、下記のサブタイトルで30分枠の単独回となる。 マクロスの30分前に放送される番組、愛の戦士レインボーマンの第1話が放送を落としたため、スペシャルとして放送されたという。第3話より毎週日曜日午後2時放送。第28話以降は放送延長会。放送系列は本放送当時のもの。放送日時は系列外局と個別に提示されているものを除き、 1982年11月中旬から12月上旬のものを使用する。本放送終了後、早朝に再放送が行われ、以後も地上破格局、BSCS 放送などで何度も再放送されている。1990年には SD バージョン OP の再放送が、テレビ大阪、名古屋テレビ、北海道テレビ、九州朝日放送、静岡放送で放送された。 2001年7月から1年間、BS デジタル放送、BS 朝日にて再放送。本放送の第1話放送から25周年にあたる2007年10月3日深夜から2008年3月26日まで、水曜深夜26時57分27時27分に、TBS にて、久々の地上波キー局再放送が行われた。次回予告あり。 エンディングは省略されていた。変更点、超軸要塞、マクロスのタイトルが付く、様々なゲーム作品が発売されているが、劇場版、超軸要塞、マクロス愛、覚えていますかの設定に基づくものや、オリジナルストーリーを追加したものが多い。以下は、テレビ版エピソードを選択可能なゲーム作品。新規制作された演出用映像は、 下術、ブルーレイボックスコンプリートエディションに特典、ミュージッククリップとして収録されている。ガング、プラモデルの商品展開が行われ、いずれも1982年の年末商戦では一部商品が品薄になるほどのヒットを記録した。また、量産機体を区別するためのカラーリング、細部変更によるバリエーション展開が作品中にあったため、 主人公をはじめ登場パイロットたちの各々のカラーリング変更、一部パーツ替えによる商品展開がプラモのみならずガングでも多種行われた。プラモデルは今井科学、株式会社と株式会社、アリーン製作所が共同でシリーズを展開。プラモデルは基本的に同一メカに対して1、72と1、100の2スケールでモデルによって片方のスケールを今井と アリーが担当していた。このように、今井とアリーは、商品が競合しないように、あらかじめ協定を結んで、スケールを違えることで住み分けていた。放送開始前からプラモデルが発売開始されたのも異例なケースだった。放映開始後には日もも、マクロススタンプやピタバンシリーズで、マクロス市場に中途参入。ただし日もは、番組スポンサーにはならなかったため、 日物の CM は番組枠内でなく開始直前の30秒のスポット枠を使いオンエアされていた。造形力や技術力、また設定の再現度において今井の商品とアリーのそれらでは大幅に違いが見られた。今井は1、72、アリーは1、100で可変バルキリー VF-1 を発売、好評を博した。また、バンダイが発行していた。 模型情報と同様の小冊子マクロス情報も、今井とアリーの共同編集という形で商品化と並行して発行された。一冊目だけは表紙に、ちょうど休養祭、マクロスのタイトルロゴが使用されており、編集時には、初期タイトルで企画が進行していたことが伺える。なお、本作の放送終了後は、後と番組、長時空世紀オーガースを、同じ今井と、 アリーで引き続いて、スポンサード、イコール商品化したため、冊子名は、長空情報に変更された。以後は、オーガスと並行して本作及び、本作劇場版の商品情報や記事、作例を掲載している。本放送時は、高徳と椅子が、スポンサーとなって、ガングを発売。高徳の上層部は当初マクロス館を中心とした。 商品展開を行う意向であったが、企画家はバルキリーを中心とした商品展開の方が玩具として楽しいものになるとの見解からそれを望んでおり、両者の意見が食い違った状態であった。この状態を解消するため、1から2週間程度かけて上層部や同社内の他セクションと意見交換や話し合いを行った結果、上層部の理解を得てバルキリーを中心とした。 商品展開を行う方向となった。試作は、スタジオの上側が担当したいと提案を行い、それを高徳側も受け入れて2ヶ月程度で、バルキリーの試作機型モデルが完成、それをベースに松代が担当となり、変形モデルとしての完成度を優先した試作品の完成を経て、1982年11月に、高徳から完成品、モデル1、 55バルキリーシリーズが発売された。VF-1J1 乗、ヒカルタイプ、VF-1S、VF-1JMAX タイプ、v f, 1, v f, 1, j v f 1 j ミリアタイプ、VF-1A の全5種が発売。さらにアーマードバルキリー、スーパーバルキリーといったオプションパーツ付きも商品化された。1、55バルキリーシリーズは、 子供が乱暴に扱っても壊れない丈夫な構造と全関節に仕込まれたラチェットと変形メカニズムをパーフェクトに再現したギミックが受け、小学生向けというロボット玩具の常識を覆し、ヤングアダルト年齢層にも売れる人気商品となり、1983年末時点で同シリーズの出荷数は合計100万個を突破した飛行形態が アメリカ海軍の F-14 に似ていたこともあり、厚木基地配属のパイロットたちが面白がって、日本土産としてよく買い求めていたという。あまりの人気に、中国や韓国でも海賊版が作られた。また本物も海賊版も、アメリカなど海外に輸出された。高徳82年版1、55の特徴として、バトロイド時のキャノピーカバーが再現されておらず、 バトロイド時もファイター時の透明キャノピーのままであった。後に、鍵、電歌版として、ほぼ同様のギミックの高徳1、100VF-1 が発売された。なお、英語圏では、この1、55シリーズは、タカトクトイス星と後の番台星、まとめて、チャンキーモンキーの別名で呼ばれている。タカトクはこのヒットを推し進める形で自作の、オーガスでもヒットを期待した。 生産体制を取り、さらには、実在に近い形状のメカが不自然さなく、ロボットに変形するコンセプトを、ある意味受け継いだ、特装機ヘイドルバックのスポンサーも務めた。しかしいずれも、マクロスのようなヒットにはならず、高徳の業績は徐々に悪化していき、結果的には公開直前の1984年5月25日に1回目の、不渡り手形を出し事業停止となった。 劇場版、愛、覚えていますかの公開間近であった。高徳によって、後のストライクバルキリー用の新規追加パーツの設計も済んでいたが、その金型起こしと生産は万代によって実現されることになる。高徳の倒産後、本作関連玩具は金型を管理していた松代によって、海外向けに生産が行われたほか、無版権オリジナル商品として名称を変えて、 国内販売もされた。しかし間もなく松城が経営危機に陥り、金型はバンダイに引き継がれた。そのため、この時期の1、55バルキリーには、松城国印版とバンダイ国印版が存在する。バンダイへの金型以上後も生産は、松城が引き続き行い、生産元の松城からバンダイに OEM の形で提供されたが、 その金型も完全な状態でなかったため不足分の金型をバンダイが新造して1984年10月に劇場版設定のハイメタル VF-1S ストライクバルキリーがバンダイから発売された。年末までに9万個が売れた VF-1S に続いて1985年1月にはハイメタル劇場版 VF-1A が発売された。また、 同時期に、トランスフォーマーズのジェットファイヤーとして、VF-1S スーパーバルキリーが、アメリカのハズブロ社に輸出された際に、安全対策として、機種先端が丸くなるように、マッチシロによって、金型が修正された。そのため、その後発売された、ハイメタル VT-1 スーパーオストリッチや、ハイメタル VE-1 エリントシーカーは、機種先端が丸く短いままとなっていた。 VT-1 と VE-1 の頭部、ファストパック、コックピットなどの金型は新造された。その後、シロが倒産し、1、55バルキリーの金型は、バンダイ栃木工場に引き上げられたが、金型の一部を紛失していたため、1990年にマイナーチェンジを施した、ハイメタル VF-1S スーパーバルキリーが発売された。 バンダイ1985年版と1990年版の特徴としてバトロイド時のキャノピーカバーが1984年版 VF-1S ストライクバルキリーでは再現されておらず1985年版 VF-1A から本体の透明キャノピーの上に被せる方式のキャノピーカバーが別パーツで再現された これは1990年版 VF-1S スーパーバルキリーにも引き継がれた。その後、オリジナルの金型が失われたため、2001から2002年の20周年、記念復刻版と2008年以降のオリジンオブバルキリーの金型は、スーパーストライクパックも含め完全新造となった。高得版とは、キャノピーカバーの仕様や、 シールが担保印刷に変更されていることなどが異なる。2008年版は2001年版をベースにしており、2008年版では VF-1A スーパーバルキリーの一乗機、ックス機といった過去に発売されなかったバリエーション機の商品化が行われた。1985年にアリーはマクロス関連のプラモデルの大型製品の金型のすべてをバンダイに売却。 なお小型製品の金型はアリーに残り、一部は再生産され、1996年のマクロス15周年時には40点以上のキットが再発売された。経営が悪化した今井もバンダイにマクロス関連のプラモデルの金型を売却。バンダイは劇場版仕様の玩具を発売したほか、プラモデルの再発売、プライズゲーム景品の開発などを行っている。 1985年にはハイコンプリートモデル 172VF-1 を発売した。これは高得の 155VF-1 の影響を受けた構造となっていた。前日の SD マクロスのバリエーションとして長軸列伝真空炉マモルシリーズの無者、バルキリーも発売した。2010年11月に一部のサブメカの再発売が行われ、 その際には、箱へのデザインは変更されず、社名のロゴが、バンダイのものになっている。その後、ガレージキットも、各種発売された。2000年代に入り、現用戦闘機をはじめとした、いわゆる、スケールモデルを販売していた長谷川が、キャラクターモデル参入第1弾として1、1、72VF-1 バルキリーの、ファイター形態を発売し、以降1、72の、 VF-1 のバトロイド形態やガオーク形態やマクロスゼロシリーズなど各商品が発売されている。1-72VF-1 バトロイドではスナップフィットを採用。あとに1-48でも VF-1 のファイター形態を発売している。2000年代中盤以降、株式会社ヤマトがバルキリーの各形態をプロポーションの破綻なく再現した。 完成品モデルの商品販売展開を行っている。2001年最初に発売した 160VF-1 バルキリーは一部パーツが差し替え式だったが2002年11月に発売した 148VF-1 バルキリーは設定をアレンジした差し替えなしの完全変形を実現し2008年に発売を開始したリニューアル版1 60VF-1 バルキリーもそれを踏襲している。プロポーションは1、48より洗練されている。その他、1、60でデストロイドシリーズやマクロスゼロマクロスプラス、マクロス7の登場機体の立体化のほか、2012年末にはフラッシュバック2012に合わせて1、60VF4G を発売している。その後、 2013年3月の大和の事実上の事業停止以来、現在は新会社である株式会社アルカディアから1、60VF-1 シリーズが発売されている。海外メーカーでは、アメリカのトイナミ社が2002年夏に1、55でマスターピースコレクションとして、数量限定 J、F、IF-1R の6種類、S、J、J 用のスーパーパーツが3種類、 発売された。各機体1万5000個限定、スーパーパーツは各5000個限定でシリアルナンバー入りで変形可能な VF-1 を発売した。ただしマクロスではなくロボテックの商標としてである。スケールは高得と同じ位置、55だが変形機構こそ踏襲しているものの、設計や金型は高得とは全く関係のない独自開発であった。 特筆すべき点は、バリエーションとして、ロボテックオリジナルのバルキリーである IF、IF-1R が立体化されたことである。さらに2006年には、マクロスの商標で1、1100VF-1 を発売した。これは、ヤマトの 148VF-1 の影響を受けたものだが、大体部の変形ギミックは、タカトカ方式であった。 2010年1月には海洋堂リボルテック山口が3段変形 VF-1 を発売している。バトロイド形態でのプロポーションとアクションを重視したデザインとなっている。ウェーブからはマクロスゼロのノンスケール VF-0 バトロイドに続き、2010年3月からは1、100で VF-1S、J、A のファイター形態とバトロイド形態が模型化されている。 特徴は、ファイターの胴体と、バトロイドの腕と足と、バックパックとを組み合わせることで、ガーウォーク形態を作ることができる点である。スナップフィットを採用している。2013年10月には全日本模型ホビー賞にて、ストライクパーツや、スーパーパーツを追加した1、100VF-1 シリーズが発表された。また、1、72で、 デストロイドシリーズが模型化されている。その後、バンダイから2010年6月に、VF ハイメタル1、100VF-1J が、11月に、VF-1S ストライクバルキリーロイホッカー機が、2011年4月に、VF-1A1 乗、ヒカル、マクシミリアンジーナス、柿崎早起きが、7月にスーパーパーツセットが発売されている。ヤマトの1、 60VF-1 の影響を受けており、肘が二重関節となっている。2013年6月29日にはバンダイから3段変形する VF-1 の新作プラモデルである 172VF-1A、S バルキリー一条キ1乗、光器と 172VF-1 バルキリー用、ストライクパーツセットが発売された。しかし、強度、 精度に立た問題が見られ、好評とは言い難かった。続いて2013年9月23日には、1、72VF-1、S バルキリーロイホッカー機と、1、72VF-1 バルキリー用、スーパーパーツセットが発売された。こちらは、金型の調整や、新規パーツの追加により、回収が施され、品質が改善されている。他の変形する。 VF-1 には2002年のバンプレストのプライズ品である完全変形バルキリー VFSJA や海洋堂のマクロススーパーディメンションフィギュアシリーズがあった。本放送時出版に関しては小学館が優先的な出版権を確保したようで作品全体を統括する形の出版物は同社のムックディスイズアニメーションシリーズで発行された。 模型の記事に関しても、ガンプラの記事を紙面の主力に据えて、成功を収めた、講段社のコミックボンボンに対抗する形で、月刊、コロ,コロコロコミックで、大々的に展開。関東グラビアでのプロモデラーによる作例ではディオラマを主体にした迫力ある写真を掲載し、模型をモチーフとしたコミックも、高谷賢治、プラコン大作、斉藤栄一、 プラモ天才エスパー太郎の2作品を同時掲載。後に、スタジオヌエの監修によるメカニック発展史なども記述された模型作例ムックなども発行している。ノベライズは当時新人の井上俊樹が担当し、上、中、下巻構成で出版された。小学館からは、この多様子向けの絵本や、児童向け、ムック、コロタン文庫も展開されている。 模型のムックに関しては、今井と、アリーも、模型流通を使って、オーガスの作例記事も掲載したものを含む2冊、発行。アニメ関連については、キャラクターやメカニックに主軸を据えるスタイルのものが、徳間書店のアニメージ文庫などからも発売された。主題歌、エンディングテーマを収録した EP のほか、LP では、羽田健太郎作曲の BGM や、 林民名の歌謡曲を収録したサウンドトラック4作、ドラマレコード2作が発売された。LP がオリコン LP チャートトップ10に入るなど好調なセールスを記録し、アニメ音楽に参入して間もないビクター音楽産業にとりヒット作になった。テレビシリーズの主題歌を収録したシングル版もヒットしたが、サウンドトラックはそれ以上に売れた。サウンドトラックの売り上げ好調は、 ドラマレコードやイメージアルバムの企画へとつながった。1992年にはテレビシリーズと劇場版のサウンドトラックを CD3 枚に収録したマクロス・ザ・コンプリートが発売。作中の歌を集めたベスト版、トリビュート版、飯島マ,マリのセルフカバー版なども発売されている。インターネット上のインターネットテレビやポータルサイトなどにおいて、 テレビシリーズの動画配信が行われている。25周年地上波再放送が行われた時期には期間限定で無料配信も行われた。ありがとうございます。